するしない。どうも、ひなたあいこです。今回も MJ トンプン戦打ちたいと思います。シーズン2、前回初めての4着を引いた、ラスを引いた、このシーズンこのままズブズブいかないようにちょっと堅実にいきたいと思います。ではトンプン戦いきます。どの時間帯に打ってもほんと早い、集まるのが。アバターかわいい、トイメンさん。こうよ、手の角度、アバターのあんな角度。え、びっくりした、ローシャン点出んだけど。これ出たね。で、あ、今5になった。いやいやいや、今5になったじゃないよ。これ何、酷使やりながらにする。1、2、3、4、5、6、7。このハイパイ見て方針が定まったとか土田さん言うの雑じゃない、解説。ちょっと本密か酷使か。今4シャン点になりましたね。久々に今6見たな。そんなシャーペンが集まった。ドキドキ。もうドラの急走いらないの。なんか急に土田さん大きな声出すから何かと思ったら、筋統一なんか狙ってないですよ私。あっと、ここで仕掛けていった。トイメンさんが赤入りのね、風装でポン。ちょっとみんな早そうだな。翻弄チートイにします。マンズは伸びないと見たのか。全部切ってますね。シャア2枚切れ。あー、頭想像を仕掛けた。想像好きね。伸び伸び打ちすぎてね、打っちゃってもあれなんで。様子は見とこ。最後手出しがレアワン。トイメン、トイトイもあるし、ハクがねもう4枚見えちゃってるし、酷使はなかったですね。トーンは2枚なんのつもぎり。この範囲に歩行はする。どんから行こうかな。シャアも2枚で、ハツもね通ってるんだよな。各社相手の出方を伺っているのか。 G1 通ってます。泣き回りかな。9ピン、6ピン、3シャン点なんですよね、いろいろ言っても。なんでこのまま今チーソー手出し進行していくのか。さあこの範囲はどこも我慢した。やめとこう、泣くのは。あー、なんか頑張りたくなるね。誰が勝ち取ることになるのか。数層3枚見えてて、ひなた、これでリャンチャン点前見えてて、そのピンズ場を制するのは一体誰なのか。ただの単葉には見えないんだよな。ペイはギリギリまで絞るかな。降りちゃいました。息を呑む攻防が続いている。ここはドラを引いた。ちょっとね、もうね、怖い、なんか怖い、麻雀怖い。ビビリです。チキンひなた、いけずいけず。2層と9層怖いな。あれ切れなくてさらに高くいったのかな。真面目に見ちゃった。ウィーイ、親流れた。次はなんちゃ
現在のトップは問い面です。4シャンテン、4シャンテンだけど、ドラもね、赤もね、なんもね、あんまりこれは高ぶらないですね。場が静寂に包まれている。ゆったりいきましょう。日向、これで一歩前進。今のままならほぼほぼ前に出たくない。腕の見せどころじゃない気がします。土田さん、これ超残念。タンヤオのイーペークを飲みながら、ピンツが安いですね。早くもお、ローソーあんこになった。なんかね、どうにかできそうになってきましたね。これ以上高くなんないもんな。3ワンが薄れた。残り1枚しかない。これは先ほど切ったばかりの、私の欲しかった換算ワン。しょ、一体どんなドラマが待ち受けているのか。最後の3ワンなご、ウーピンもなご、ウーピンもなご。一杯に行きます。リャンワンもね、安全牌だし、これは泣かない。タンヤオがいいのでインピンも切ります。少し場が落ち着いてきたか。いやー、賑やかですね。下茶さんの捨て牌が、下茶ここで泣いてきた。初ポンだって、ツーフーロ、トンが出てきた。アンパイ、各者どのように打ち回していくのか。もうまとまったかな。ドラをね、何枚持ってるかですよね。ここで噛んだ新ドラは数層。あら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 、やる気ね。そうよね、なんかもう捨て牌が面白いもんね、トイメンさん。おお、ドラはつもぎり。なるほど。神ちゃん、ポンだ。ポンか。ひなた、いいシャンテンだ。上がりまであと一息です。いいシャンテンですけど、あんまりなんか幸せな未来が見えないな。ひなた、ここは避けるのか。チー。ひなた、泣いちゃった。泣いちゃったよ、泣いちゃった、泣いちゃった。ロン、はい、これは思わぬ失点。トイトイ初、最先のいいスタートを切りました。トイトイドラがね、見せてくれたから、ドラあんことかはないなと思ったけど、どう、このね、報酬がどうなるか。プレイヤーは親です。現在のトップは下茶です。まだまだ、手が悪い。一体どんなドラマが待ち受けているのか。いや、悪すぎるでしょこれ。ちょっと頑張るか。親でね、今ウーシャンテンなんですよね、私ね。これ確かね、トンだし、ゴだし、重い空気のまま場が進行して、手が悪い。これはね、仕掛けていってもいいかな。ラス目だし、何が出てくるか注目ですよね。初泣くのか、この形で。全然泣きたくないけどな。ひなた乗ってはないでしょ、小山さん。今三シャンテンはもう本当に ひどい形の三シャンテンですよ、これ。8号坂、なんか不吉な匂いがする。やばい、これなんかやばい気がする。ラスリ、そう、場が静寂に包まれている。手が悪すぎる。頑張れ私。そしてハツも出てこないし、なんか進まないし、なんか流し漫画みたいな試合になってるけど、全然本人はやってるつもりないんだよな。流し漫画かみたいなぐらい。いやでも9かな。ひなた、これでリャンチャンテン方針が定まってきましたよね。ハツポン、ハツポン、ハツポン。流し漫画続けた方がいいのかな。でも4枚しかないしな、やめよう。
え、リャンピンの大民館入った、新ドラも終わってないと。ちょっと不吉すぎる、なんか怖い、なんか来る、そろそろ私のイーシャンテンの体感が悪い。でもリャンピンが噛んだからポン、あ、ポン、これポンなのか、ポンか、初ポンして、これね、E ピンと初のシャンポン待ちいいなとか思ったんですけどね、リーチかけれれば。でもちょっとさすがに手が悪すぎる。最後もね、カンちゃん選択なんで、いいかな、泣いちゃって。親のレンちゃん、お願いします。てか、3層なら上がれてたの、私。嘘、赤嘘できたら、お願いします。上がりきるか、またもおーここも我慢した、おー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 、あうわうわう、想像を連打している、6現物中、どっちも現物か、じゃあ3でいっか。えーちょっとこれは、これはね、私が今の手出しでテンパイだと気づいてないからいけないですね。1300横移動、結局でも6でも当たりか。ちょっと心にグッとくる、お払い行った方がいいかもしれない。これちょっとやばい、やばいよ、やばいよ、誰も聞いてくれないけど、ハネマンツモでトップ、ハネマンツモでトップ。リーズも3色ドラドラありますね。高くいこう。とりあえずイーソーを固定して、シャオヤンの現物なんだけど、ジュンちゃんとかも見えますね。ジュンちゃん3色ドラドラ。足りないな。泣いちゃうと、5か。多分トップじゃなくてもよくない？よく考えたら。私だってラス目よ。チーソーチーだったかな。あ、ちょっと欲張りスタイルでいきます。ひなた、これでリャンちゃん点、ここから何を引いてくるか注目ですよね。想像が安いね。あ、ローピンかなくなったんじゃない。あと1枚でしょ。でも神茶がピンズ、神茶さん下ろしてくれなくなっちゃうよ。角切りが続いてしまった。よし、もうチーソーまだ山にいそう。おー嬉しいの来たよ、来たよ。こっちから行ってみる、6ないし。あ、なんかちょっと間があったね。千銀杯ウーピンよりもちょっと、あー、スーピン、スーピンがこの世から消えました。おお、目まぐるしいね。これもこっち、こっち、こっちよ。おしゃれな感じの捨て牌。ちょ、トーンさ、1枚見えでしょ。チーソーとパーピン。ローピンが枯れた。チー。ちゃん、ここでチー。役は何ですか、ポン、怖い、これ切ってきとこも。パーソーは2枚、3枚。ここはドラ、こんにちはドラ、いらない。おおなんかさ、やるしかないのよ、もうちょっともう戦うしかないからね、オーラスだから。このまま静かに進行していくのか、先輩しろ。え、当たりなの？軽快なつも上がり。まあ、うまく打たれてしまいました。いい待ちだね。ドラドラ。おめでとうございます。やばい。2回連続ラス引いちゃった。やばい、これはまずい。怒られる。ビンゴらない。キャーキャー。ありがとうございます。キャー。さあ、ということで、すみません。またまたラスを引いてしまいました。え、どうする？今後の人生。
このままでいくとビンゴはゼロですね。なんかもうちょっとあれ、喋るのやめて麻雀に集中する、方向性を変えてみる。いや、真面目に喋るかすいません、ちょっとあのぬるい法人もあったと思われますが、真剣に取り組ませていただいた結果このようなニラスになってしまいました。ちょっとダメ、あ、肩が重い、なんかついてるかもしれない。まあいいや、もう一回次また 4人前で打って後の方向性を考えたいと思います。動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。次回は頑張っていい着順を取りたいと思います。